皆様いつもありがとうございます。 IB 楽器ギター音響担当のアツシです。本日ご紹介させていただくのがこちらのエフェクター、ザ・ネクストサウンドさんの EMSS10 という機種になります。こちらのエフェクターの特徴はゲインブースト、そしてディレイが、こちらの1台にまとまっている商品になっております。こちらの大好評いただいておりますザ・ネクストサウンドさんのエフェクター第3弾目のモデルとなっております。それでは細かく説明をしていきたいと思います。はい、では簡単な説明をしたいと思います。左上ゲイン、こちらがゲインブースター用のつまみとなります。右に回していくとゲイン量が増していきます。そして真ん中のつまみがブースト、そして2番目にブーストとディレイ、一番下がディレイ、こちらの3つのモード切り替えが可能です。こちらはディレイの時に山彦の繰り返す量を選択することが可能です。左に回すと1回、そして右に回すほど繰り返す量が増えていきます。そして真ん中の大きいノブがスピード、こちらはディレイタイムになります。右に回すとショートディレイ、左に回していくとロングディレイとなっていきます。そして右下がエフェクトのオンオフスイッチです。そして左側が強制発信スイッチ、ロングリピートと表記されてますね。こちらの強制発信スイッチはブースト足すディレイ、そしてディレイモードの時に効果を得ることができます。ただしこちらのリピートつまみが1時以上でないと、こちらの強制発信スイッチの効果を得ることができません。そしてこちらのスピードのノブ、少し大きめに作られています。付属のラバーノブがありますので、こちらを取り付けするとサントリーですがこのような形になります。ラバーノブをつけることで足でディレイタイムを調整することも可能です。それでは実際に弾いてみたいと思います。
ということで、ザ・ネクストサウンドさんの EMSS10、 こちらの方いかがだったでしょうか。こちらのゲインブーストの機能、とてもゲインを大事にしながら、ナチュラルに上がっていく印象かなと思いました。そしてディレイの機能、こちらの方は質感は、アナログディレイのような感じになっておりまして、とても温かみのある印象を受けました。こちらのディレイも原音を邪魔しないようにサウンドメイクすることも可能かと思いました。この強制発信スイッチを使ってスピードをいじることで、とてもトリッキーな演出をすることができるかなと思います。 The Next Sound EMSS10、 こちら IB 楽器にて近々販売予定です。ぜひチェックの方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。リバチャンネル、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。